工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日は原宿にあるスクイーズのお店モッシュに来ました。こちら初めて来るので今日はたくさんスクイーズを見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。じゃじゃーん。お店の中に入るとまずはモッシュの定番の人気商品ともいえる桃のスクイーズ。大きいの、中くらいの、小さいのとサイズがいろいろありました。サンプルが置いてあって買う前にしっかり触って確かめられます。桃は定番に可愛いんですけど、こっちのオレンジの方もとても可愛くてどれを買おうかめちゃくちゃ悩みました。あとイチゴも可愛いです。少し変わった触り心地の唐揚げスクイーズも魅力的です。そしてこちらはパンのスクイーズのコーナーです。本物みたいなパンがずらりと並んでいます。このピンクのバケットが可愛くて買おうかすごく悩みました。そしてこちら桃のスクイーズプールです。前まではいちごのスクイーズのプールだったらしいんですけど、最近桃に変わったそうです。どこを歩いてもふわふわで桃のいい香りがプンプンしてかなり癒しの空間でした。そしてせっかく来たので2000円のピーチくじ挑戦してみました。2000円のくじ、はい、はい、どうぞ頑張ってください。頑張ります。はいはい、あ、3等です。2000円の3等です。マジックウェアベーカリー、こちらになります。 ありがとうございます。ありがとうございます。3等当たりました。ということで原宿モッシュから帰ってまいりました。いやー、すごく可愛いお店ですね。私スクイーズ専門店っていうのを今回初めて行ってきて、まさかあんなね夢の世界だと思っていませんでした。で最後に引いたくじ引きではこれ当たって、で動画で映してなかったんですけどその他に2つ買って帰ってきました。めっちゃ可愛いので順番にご紹介していきます。まず1つ目がモッシュでかなり定番商品として売られてると聞きました。こちらです。じゃーん、桃可愛いですね。私ピンクの桃を買いました。もう1種類もっと黄色がかった桃との2種類あったんですけど、黄色がかってる方がリアルな色味だったんですけど、やっぱピンクの方が可愛いかなと思って今回私はピンクを選びました。袋から出して触ってみます。めっちゃいい香りする。袋開けた瞬間にめっちゃ桃の香り、かわいい。しっかりこういう発泡スチロールのネットに入っているのがたまりませんね。でいい感じの重みがあって握る前からもったりとしている感じがします。ちょっとネット外します。うわー、トゥルンって感じ、かわいいですね。あー、癒されますね。低反発の極みです。いや、指の跡が綺麗についていくめっちゃ可愛いですね。これ触り心地、この潰し心地、そしてあとこの持った感じ、あと香りも全てにおいて満足です。そしてもう一つはこちら、じゃーん、マシュマロベアちゃん。この間スクイーズ作りに原宿行ったんですけど、そこで あの白クマ乗った食パンを作ったんですよ。あの白クマがこちらのマシュマロベアちゃんをモチーフにしたもので、その時一目惚れしちゃってこの白クマモッシュに売っているって聞いて今回私も買ってきました。いろんなサイズあったんですけど一番大きいやつ選んでみました。では白クマも実際に触っていきます。まあ、お店でサンプル触ったんですけど、なんか店員さん曰く前のマシュマロベアよりも新たに入ってきた方がもっちりしてるっていう、そんな感じのことを言っていました。もうこの
持っただけで気持ちいいんですよ。いい感じの重みとこの触り心地、いやめっちゃフィットします。手にはイチゴを持っていて、顔が2種類あったんですけど、私はこんな感じで目を開いているマシュマロベアちゃんを買いました。もう一個は目をキュッて、あの酸っぱいような顔をして閉じてるやつがありました。いやー可愛いですね。後ろ尻尾もついています。めっちゃ気持ちいい。もにょ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 、まあ、桃と似たような触り心地です。だけど桃よりも若干復活が早いかもしれない。うん、最高。あとこちら櫛で当たったやつも触っていきましょう。これ実際買おうか迷ってたやつだったのでとても嬉しいです。めっちゃ可愛くないですか。レインボーのクマちゃんの上にソフトクリームが乗ってる。あ、しかもこの触り心地もなんか今までと違う、サラサラしてる。さっきの白クマベアと同じぐらい低反発かも。だけど白クマよりも軽いっていうのかな、重みがないから、ふにゅってふにゅって なんて言うんだろう、押しごたえがないって言ったら悪い意味に聞こえちゃうかもしれないんですけど、いい意味でふんわりした触り心地で、しっかりとした低反発です。あー、これもいいですね。多分白クマ厚みがあったからその分グーっていう力が入ってたんですけど、これ白クマに比べると薄いから軽い触り心地。いやーいいですね、この微妙な違いが素敵です。そして香りがちょっとフルーティーな香りがします。いいすごいいいわ。ということで今日は原宿にあるスクイーズ専門店モッシュで買ってきたもの紹介と、モッシュのね、店内いろいろ撮って楽しんだという感じです。一番感動したのはもうね、スクイーズたちはもちろんなんですけど、桃のプール、もうねどこ踏んでもモニョ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 してて気持ちよかったです。少し前まではイチゴのプールだったらしいんですけど、最近桃に変わったみたいで、っていうか私が行った日ちょうど桃に切れ替わった日らしくて、桃もすごいもう新品の状態、すごい綺麗な状態のままで、もう本当に幸せな空間でした。よかったらモッシュさん、皆さんも行ってみてください。そんな感じで今日はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。